ちは。こんにちは。はい。はい、豊川さん。はい。はい。今回も3年生終わりましたが、はい、なかなかいろいろな試合ありましたね。まあそうだな。でも、いい試合が多いよ。うん、多いけど、各チームのファンは、もうがっくりしてるファンもいれば、うん、おーよ、乗ってきたみたいなところのチームもあるしね、うん、で明暗が本当にね、まあ、ここら辺でちょっとくっきりしてきたかなという、うん、まあまだまだ始まったばっかりだけど、そうですね、なんかこうきっかけがつかめないままね、うん、ここまで来てるなっていうチームもあるし、うん、まあようやく出たかなっていうのはまあ皆さん想像つくようにようやく出たかなって、まあ、何が出たかなみたいな、うん、まあね、まあそんな感じなんだけども、はい、はい、まずはセリーグでね、はい、まず結果を、はい、こうなりました。はい、こうなりました。はい、これね、勝ちの数なんですが、はい、阪神とヤクルトは1試合引き分けがあったので、はい、1勝1敗1分けということですね。はい、あとは広島が3連勝と DeNA が2連勝ということで、はいはい、そうだね。はい、ちょっとはっきりしてしまいましたね。まあ、はっきりしてるよね。うんうん、で、3連戦ともその1試合1試合振り返ってたんだけどもさ、うん、まあそうじゃなくて、まあこの3連戦の中で印象的だったことと、うん、あとはやっぱ次に何をしなきゃいけないかっていうね、うん、まあその反省も含めてちょっと話していきたいと思うけども、はい、まず阪神、うん、まあ2戦目に大竹がね、うん、投げて、まあ現役ドラフトで、はい、今年から阪神の一員になった、うんうん、まあ大竹が投げて、まあ8勝利というね、それも 1-0 という、はい、ね、まあヤクルトの方はピーターズっていうのが投げる予定が、うん、尾中っていうね、うん、急遽先発した投手がいるんだけど、まあこれもよく投げたけどもね、はい、まあ阪神の方はやっぱりね佐藤だな、うん、鍵をこれから握るのは、うん、なるほど、まあ、大山はなんとかしぶとくね打点を取ったりだとか、うん、まあ近本中野っていうのはまあ、まずまずの出塁率を誇ってるしね、はい、まあまあつながってきてるんだけど打線は、うん、やっぱ里輝がやっぱ状態が悪いから、うん、ちょっと勝ちきれない部分があるね、まあ里輝だけの責任ではないけども、うん、なんか里輝が打つともう少し楽になるなということだよね。なるほど、うん、だからやっぱ阪神は里輝頑張れ、はいね、でヤクルトの方は、はい、まあ1試合目にまあ青柳小川の投げ合いとかでね、まあゲームが閉まって1対1でずっと攻防で行くんだけども、やっぱね並木をダイソーに出した時にまあ青木がやっぱ盗塁を警戒するバッテリーの読みを完全に読み切ってホームランをしたというのとか、まあやっぱこう日本一に輝く、うん、まあ、セリーグをこう、ね、優勝に導くというかね、はい、まあ、そういうようなところも見えたよね。ただねヤクルトの方はクリーンナップがやっぱちょっと低調だな。うん、うん、まあ、2戦目から、3戦目にかけてやっぱり低調、はい、なるほど。でこの引き分けたゲームも、うん、フォアボールのランナーに並木をダイソーで送り、はい、盗塁を仕掛けたんだよね。でノーアウトランナー結局サードを作るんだけど、うん、はい、まあ、山田がファーストファールフライ、うん、村上三振、オスナサードゴロということで、うん、まあ、チャンスを生かしきれなかったんだよね。もうそこ一番のポイントみたいになってきますよね、うん、そうだね、うん、だけど両チームの中継ぎ陣は素晴らしい、ね、やっぱ精神的にも本当に鍛えられてるし、だから非常にこの3連戦というのはいいゲームが多かったね。もう最後の試合なんてね、うん、もう1対1で、そうそうそう、もう両投手が両方のピッチャーがもう素晴らしかったし、びれる、うん、展開で登板してくるんだけどもさ、はい、やっぱ堂々と投げ切る姿を見るとね、うん、やっぱこの2チームがやっぱセ・リーグを引っ張っていくのかなっていうようなそんな気すらえしたよね。それと阪神は里輝っていうことを言ったんだけど、はい、まあ、ヤクルトの方はやっぱり 1,2 番の出塁だね。うん、うん、まあクリーンアップも当たって全体的に打線っていうのは低調なんだけども、はい、やっぱり 1,2 番が出ることによって、まあ、例えば足の速いランナーが出ると、うん、まあ、山田がまっすぐを狙い撃ちしたりだとかできるように、うん、やっぱり 1,2 番の出塁
だからまあ塩見が何をしてるのか分かんないけどもさ、はい、やっぱ塩見が帰ってくると雰囲気がガラッと変わるんだろうなっていうふうのは感じるよね。はい、はい、まあそういうことでした。はい、ね、で広島対、ジャイアンツ、はい、ここまで広島っていうのはこのカードを迎えるにあたってね、うん、あんまり調子が良くなかったんだよね。そうでしたよね。そうそうそう、まあだけどこう巨人相手に3連勝するというね、はい、でまあ1戦目大瀬良が投げるんだけども、うん、2018年から、巨人戦に対して松田では10連勝してんだよね、はい、10連勝目なんだよ。だから非常にあの松田で投げるジャイアンツ戦は相性が非常にいいと、うん、ね、まあ2戦目床田、まあ床田も良かったね、で玉村も良かったしさ、だからなんていうの、もう広島がちょっと乗ってきてるよね。うん、でその中でデビッドソンとマクブルーム、はい、うん、この両外国人が非常に機能しだした。うん、まあ言えばその機能してるって言えば、まあヤクルト、うん、オスナとサンタナ、はい、そのようになってきそうな感じがする2人なんだよね。うん、でホームランもデビッドソン結構打ってるしね、はい、うん、だから非常にいいかなとか思うよね。はい、で、巨人は5連敗ね。えちょっと特になんかこう安打の数も、うん、今回の広島との試合でも広島より打ってたりするのに、まあ、1戦目なんか11安打も13残塁という、はい、まあ、残塁が非常に多いし、うん、で点を取ってるのはビーディーが2打点上げてるだけとかさ、はい、だから結局ね岡本にまだ打点がないんだよ。なるほどね、うん、で岡本に打点がないって岡本はリーグトップの打率を誇ってて、うん、打点がない、うん、そしたら何を考えるかっていったらやっぱ 1,2,3 番の、うん、やっぱ出塁が少ないんだよね。なるほど。でここら辺を急務にやっていかないと、点はなかなか取れないかなっていう ね、 ね、なんかチームとしてはそんなに打ててないっていう感じはしないですけど、しないんだけど、やっぱりちょっとそこが効率よくないということですね。まあそうだね、うん、だからまあ2戦目に坂本がやっとホームランを打ってね、うん、そうですね、今季初ヒットがホームランになってバックスクリーンの、うん、で続く打席もレフト線に打ったけども、うん、で今日も、うん、ヒット1本打ってんだよね、はい、まあ2番に上げてるけどもさ、はい、やっぱ坂本が機能してくるようになってくると岡本に打点がつくかなと。だから岡本が打点をつかないようではやっぱ巨人の連敗、うん、これはなかなか止まりそうにもないよと。あとは戸郷が投げるか。でも広島は、まあ、調子が良くなってきたね。最初の出だしちょっと失敗したけどもさ、ね、でも打順も結構菊池を一番にして、うん、まあ秋山が調子がいい、うん、マクブルームもいい、うん、で西川、うん、デビッドソン、はい、もうこういう選手がいいからさ、うん、非常に点が取れるようになってきてるし、うん、だからこれからの戦い楽しみだよね、はい、今のところ言うことないよ。素晴らしい。あだって昨日も繰り返しが出てきて、はい、3者連続三振でセーブをつけたからね、うん、はい、はい、すごい調子がいいです ね、 チームとしては、はい、はい、で DeNA 対中日ドラゴンズ、はい、DeNA が2連勝、これ雨で1試合中止になったんだけど、ね、うん、そうでしたね、はいはい、金曜日が中止でした ね、 ね、はい、はい、リュウクが初ホームランを打つとかさ、うん、チームの、うん、まあ自身も初ホームランかな打つとか、はい、まあまあ明るい兆しは見えてきてるんだけどもさ、うん、まあ、ガゼルマンっていうピッチャーに、はい、まあ、翻弄される、うん、どう翻弄されるかというとさ、はい、なんかボールがよく動くんだよね、うん、うん、それを捉えきれない、うん、で枠井との投げ合い、はい、まあ、枠井はでもすごく使えるなっていうの感じがしたし、うん、安定してたよね、うんうん、でその中でやっぱ宮崎が調子がいいのと、うん、まあ、関根がやっぱよく打つよ、うん、打つしアイデアもいいしさ、うん、セーフティーバント嫌なところで転がしてみたりだとか、だから非常に打線がつながる、うん、で2試合目もやっぱり、ね、初回で勝負が決まる、うん、6点取って決めるんだけどもさ、はい、だけど福谷が投げててね、うん、俺思ったんだけど4点取られて戸柱を迎えてねランナー1人置いて、うん、次ピッチャーだから申告敬遠行くと思ったの、う
でも申告敬遠しないんだよ、うん、で、あ、これ勝負行くのかなと思って、多分臭いとこ行って歩かしてもいいよっていう指示は出てたと思うんだけどもさ、うん、でも4点取られるピッチャーにそんな余裕はないよね、うん、で戸柱がホームランを打って、うん、もう勝負を決めたんで初回で6点取ってね、うん、で今の中日打線を考えると6点って重いよね。ねえ、うん、まあただでさえ6点っていうのはなかなか取り返すのが大変ですけど、他の球団でもそうだけど、はい、中日ってやっぱ打ててないしね、うん、ちょっと難しいな、うん、ただ2回にノーアウトランナーセカンドで木下が打席に立ったんだけど、はい、初球をショートゴロ打ってんのよ、うん、まだ序盤じゃない、うん、やっぱ右方向に強い打球を打ちに行くんだったら分かるけど、うん、ショートゴロって進塁もさせないしさ、ランナーを、うん、だこういう野球をやってるようではやっぱ勝てないよどこにも、うん、だからまあ中日はまあ岡林がちょっと心配なのと、うん、やっぱクリーンアップの構成、うん、やっぱちょっと考えないといけないんだけど、うん、誰もいないんだよねクリーンアップを打てる人、うん、今外国人で組んでんだけども、うん、ちょっと難しいな、うん、これはなるほど、これは今の状態がっていうよりも構成的にということですか、うん、だからアキーノとか、うん、ビシエドとかいろいろ使ってるけども、うん、カリステ選手とか、ね、カリステのとか使ってるけども、うん、やっぱ打つのはこのぐらいしかいないんだろうけどもさ、うん、やっぱこうなんかこうそこら辺でポイントゲッターを作っていかないとなかなか難しい、うん、もう頼りになるのは大島だけだもん、うん、小林もあんまり良くないしね、そうですね、うん、だからちょっと考えた方がいいねそこら辺はね、ということはもう攻撃面は結構今は深刻な深刻状態ですかね、うん、やっぱり意識も低いしね、うん、やっぱり進塁させて1点だけは返しとこうとか、うん、そういう意識が低いからちょっと辛いと思うよ立浪監督もね、うん、で DeNA、はい、もう勝手にやってくださいってそれは攻撃、いやもういいわよく打ちますよね、よく打つよ、いやそれとねやっぱね、うん、打っていく方向が、うん、勝てる方向に打っていってるっていうさ、やっぱただ単に打つんじゃなくてこっちの方に打っといたらチャンスがもっと広がるとか、うん、点になるとか、うん、そういう方向に打てるんだよ、うん、今はなるほど、うん、だから非常にいい状態で進んでるんで、はい、このまま継続してね、うん、やってほしいと思うし調子を落とさないようにね、はい、頑張ってほしいと思うけども、はい、それでまあセ・リーグを全体的に見たら先頭打者の重要性、うん、これをすごく感じるのよね、まあ今までのね振り返りの中にもありましたけどね、うん、そうだね、うんうん、でまあ阪神っていうのはまあ里輝って言ったんだけど、まあはい、近本とかね、うん、中野はまあまあよくやってるし、まあ、ここら辺は問題ないんだけどやっぱりヤクルトがやっぱり 1,2 番の出塁っていうのを少し上げていかないとやっぱピッチャーに負担がかかるということ、うん、で岡本が打点がないっていうのは 1,2,3 の出塁がないから負けるということ、うん、で広島は菊池を1番にしてからすごく状態はチームの状態は上がってきたということ、うん、で菊池も状態がいいからね、で中日はクリーンアップ、まあだけど岡林が出れないと、うん、で佐野、うん、ね、まあ否定的に話したこともあるけども、うん、だから佐野の出塁、まあ足はね盗塁とかは関係なく出塁だけを考えたら、まあ、佐野が1番でやっぱ出てくれるっていうのは、うん、まあ、チームにとっては勢いがつくかなという、だから先頭打者の重要性ということをね、まあ、今回はすごく感じました。先頭打者は本当ね、うん、出てなんぼというかね、まあ、そうですね、出塁してね、はい、はいはい、ということです、はい、はいはい、続いて、はい、パリーグですね、はい、はい、こちらははい、ソフトバンクと西武が1試合なかったですかね、はい、まあ、でここはもう最初から2試合だったから 2試合ですね、ロッテと楽天も2試合ということで、はい、うん、オリックスと日本ハムは日本ハムが2勝1敗で勝ち越し、はい、はい、なんかびっくりしたような顔してない、してない、してないでしょ、おおって思いましたけど、ね、はい、はい、でソフトバンクと西武は1勝1敗、はい、でロッテと楽天はロッテが2勝ということで、はい、はい、ね、でまずはオリックスと日本ハム、はい、まあ、オリックスの方で話すと、はい、1戦目宮城が投げたんだよね、うん、6回1安打7三振ね、はい、やっぱね抜群だわ、うん、まあやっぱりね森も一皮むけたのかなっていうような、なるほど、いや宮城もね、
あ、宮城ごめんなさい、ね、もうね、宮城も一皮むけたかなっていうような、はい、まあ球速もね昨年より増してるような感じがするんだよね。でその中で緩急を使えるというさ、いやなんかねやっぱ堂々たるピッチングをする、これは侍のメンバーになっての何かこう目に見えない成長があるんでしょうかね。そうだね、それとねやっぱね比嘉と平野、うん、あの比嘉が、まあ、阿部がねピンチを作るんだけども、うん、はい、やっぱ比嘉にスイッチして、はい、やっぱ未然にピンチをしのいでくれるんだよね。だからここら辺のそのベテランの比嘉とか平野、うん、ここら辺がいるっていうのはすごく大きい ね、うん、でもその試合で日本ハムは自滅、はい、もうミスだらけ、うん、こんなことやってたらもう最下位今から決まっちゃうだろうみたいな、はい、ね、そんな感じの野球をやってたんだけど、はい、2戦目から変わる、ねね、噂が12連勝ね、はい、12連勝なんだよ、うん、非常に相性がいい、うん、オリックスに対してね、はい、だからなんて言うんだろうな、この相性の良さ、うん、そういったものをやっぱこう継続していくのがやっぱ大事だしさ、うん、まあ、この3連戦見るとまあ清宮、野村、万波、うん、まあ、この3人でクリーンアップを組んだんだけど、うん、これが3人ともホームラン打つとかさ、うん、で金村が初プロ初勝利を挙げるとか、はい、で2戦目から日本ハムは打順を変えていったんだよね、はい、まあ、矢沢を1番に入れて松本を2番に入れる、うんうん、でつなぎ役を任して、はい、それで清宮、うん、野村、はい、まあ、万波とかね、はい、入れていくんだけど、うん、まあ、ここら辺が当たったよね。なんか形がね、日本ハムはこの試合でこのカードで見えてきたような、そんな感じがする。なるほど、うん、だから、まあ、今後もね、うん、続けてほしいのと、うん、やっぱルーキーの金村が、まあ、プロ初登板の時もすごいいいピッチングしたんだけど、はい、まあ、勝てずにいたんだけどね、うんうん、まあ、今回勝ったということで、はい、まあ、これは伊藤大海に似てるからね、結構10勝ぐらいいくと思うよ。はい、はい、という、まあ、カードだったね、はい、でソフトバンクと西武1勝1敗、うん、高橋光成すごいな、ね、抜群だわ、抜群、8回3安打11奪三振、うん、ね、もうね本当に翻弄していったというかさ、うん、初回から、うん、でその翻弄するのに値して、うん、先に先取点取ってくれたんだよね、うんうん、で愛斗が先頭打者ホームランを打つ、はい、で愛斗もさ非常に苦しんでたんだけど、うん、ここに来て1番に抜擢されて、はい、非常に素晴らしい活躍をしてるし、うん、まあ、高橋光成の非常に快投の中にね、うん、まあ、小玉の守備、うん、で自身のバント処理の守備で勝ったなというね。なるほど、そんな感じがしてたよ、ね、はい、はい、でペイトンその中でも、うん、まあ、タイムリーを打つは、まあ、外国人ながらセーフティーバントとか、うん、なんかね日本の野球に馴染んでる、うん、なんか外国人だよ、うん、はい、で2試合目、はい、まあ、藤井が抜群、ソフトバンク、はい、5回3分の2、104球、うん、2安打8奪三振、うん、ね、ちょっと球数が多かったんだけどもさ、はい、やっぱこうなかなかやっぱ打たせないよね、うん、うん、だからまあ両先発がいいとさ、うん、やっぱゲームが締まるしね。そうですね、うん、でただね、うん、2戦目の山川スターティングメンバーに名前があったんだけどもさ、はい、打席立つことなく交代したんだよね、うん、だからまあ発表にはなってないけどちょっと心配なんだよね、ここはね、ね、ただでしょうね、うん、山川がいないとさ得点力がガタンとやっぱ下がるからね、うん、調子が上がってきただけに、だからこの怪我って怪我なのかどうかは体調不良なのか分かんないけど、そうですよね、ちょっと心配だよね、うん、うん、はい、はい、だからまあ両チームともいい滑り出しをしただけにね、うん、はい、まあ、継続をしていってほしいんだけどもさ、はい、まあ、ソフトバンクの方は柳田がちょっと心配だなと思ったら、まあ、今日の試合2本打ってるしね、うん、だからまあ調子は上がってくるだろうなっていう、うん、まあ、柳田が打ち出すと、まあ、得点力も上がってくるし、はい、まあ、栗原一人で頑張ってたけども、うん、柳田が打つと
まあ、非常に楽になってくるだろうな、つながるだろうなって、うん、その前打ってるのが近藤だし ねだから非常に楽しみになってきた打線はね、はいはい、ただ西武は、うん、やっぱこう、まあ、相手一番で頑張ってるけども、うん、山川が抜けたんでさ、ちょっとどうしようもないなと思ってさ、ね、ちょっと心配です。そうですね、はい、はい、はい、最後、はい、ロッテ対、楽天イーグルス、はい、楽天ね、うん、2勝0敗、はい、ロッテが2つを勝ちました、はい、ね、まあ、ロッテの勝ち方がさ、うん、ちょっと変わってきたのが、うん、あの1戦目の時にフランコに、楽天のフランコに沢村が逆転のスリーランかなんかかまされるんだよね、はい、しかしその裏平沢大河が4年ぶりか、うん、ツーランホームランを打ってひっくり返すんだ、また、うん、だからそれまでロッテっていうのは非常に長打力不足っていうことで、ね、そんな話ありましたね。そうそう、だけどホームランで返せたっていうことがね、うん、非常に大きかったかなっていう、うん、だから2戦目もその平沢に払拭されたかどうか知らないけどもさ、はい、安田がホームランを打つ、うん、藤原がホームランを打つって若手が大活躍してきてるんだよ。10安打10得点ですかね。そうそうそう、うん、だからなんか若手の躍動がね、うん、すごく目立つし、はい、ロッテの方のルーキーの友杉、はい、この足っていうのは使えるしさ、うん、若手で、はい、で守備でもファインプレー、うん、ね、将来が楽しみな、この子がショートやるんだけどもさ、はい、楽しみな選手が出てきたよね。うん、はい、だから、まあ、ロッテは非常に、なんていうの、若手が躍動してきたというね、うん、だからこのまま続けてほしいということ。なんかちょっと雰囲気が、チームの雰囲気変わってきましたかね。変わってきた、うん、あと吉井のうれしそうな顔なんとも癒やしやな癒し癒しやと思うよ。癒しまでなりましたか。そうそうそう、はい、だから非常に今の状態はね、だから若手が非常に躍動してきたから、うん、非常にそれを継続してほしいなっていうね、うん、思うのと、はい、楽天の方は岸とか、はい、岸が投げたんだけど、岸がちょっと状態が悪くて、うん、まあ、点を取られるとか、うん、やっぱりね、ここは先発投手陣が頑張らないと、やっぱ昨年みたいに勝ち越してるのが則本しかいないとかさ、うん、そうなってくる前にやっぱある程度点を取って楽に投げさせてあげないと、うん、ちょっと乗ってこないだろうね。うん、うん、まあ、それとやっぱ打線の方ではやっぱ辰巳がもうちょっと頑張らなきゃいかんし、うん、まあ、浅村がちょっともうちょっと目立ってこないとね。そうですね、と思います。はい、で新人若手が躍動、まあ、今の話にもね、まあ、何名か出てきましたけど、そう、はい、小玉とかさ、うん、西武のね、うん、源田の代役で出てる、はい、代役になるかもうそのまま取っちゃうか分かんないけど、うん、3本打ったりとか、はい、茶野も3本打ったりとかさ、はい、まあ、例えば金村が勝ったりとかね、はい、矢沢がそうですね、チームを引っ張ったりだとか一番でね、そうそうそう、はい、だからすごくね若手がパ・リーグっていうのは躍動してるんだよ。うん、だから非常に楽しみな選手が多いなと思ってね。うん、だからその活躍がなんかこう勝敗を決めてるというかさ、うん、まあ、そんな感じもするしね、はい、うん、だから平沢大河良かったなとか思うし安田もね、はい、うかうかできないよって言ったところでホームランを打つし、うん、まあ、藤原もねなんかちょっと一皮向けてきたような活躍してたし、ね、はい、だからそういう若手たちもなんかこう目は離せないなっていうようなね、うん、まあ、そんな3連戦でした。はい、ね、はい、まあ、ということで、はい、まあ、1日置いて、うん、ね、また火曜日から、ね、はい、頑張ってくださいよ。はい、はい。